パワーハウスアミューズ松井仁志です。アミューズは20年ぐらい前からも、チューニングショップとしてやってますけども、基本的にエアロ、マフラー、コンピューター、全てにおいてチューニングをしていて、お客様の車を1台ずつ、全てトータルパッケージで仕上げていくっていうのをモットーに、作業をしています。バレットプルーフとのこのコラボレーションについては、まずベンさん、バレットプルーフの代表ベンさんがですね、もう6年ぐらい前に、アミューズの、仕事としてかなりパートナーとして今やってました。でそこから、セマショーに向けて、新しく、86という部分で、なんか新しいことができないか、そういうことで持ちかけられて、アミューズとしてはタービンキット、それからエキゾーストシステム、それ全てに、もう制作にかかってましたので、その辺ベンさんとコラボレーションをして、世界で目立つものっていう部分、アミューズのまず制作に対しての思いなんですけども、この辺に関しては、ただ部品がついているということではなくて、必ず走れる、ユーザーさんたちが使えるっていうものを、まずモットーにしてます。例えばエアロパーツで言えば、エアロに関してはドライバーが感じれるエアロ、ただついているっていう部分ではなく、エアロ剛性としてスタビリティが上がるもの、マフラーに関してはノーマルを下回らずに確実にパワーがダイナパックで確実に反映できているものっていうものを商品としてモットーにします。今のパワーはダイナパックで約400馬力、ブースト 1.0 なので、後々 1.4 とか 1.5 かけた場合ですと、おおよそ500馬力ぐらいが狙える仕様です。この FRS 自体は、全てにおいて、一番トップカテゴリーに、属するものを使っていっている。なので、サーキットも走れるし、一般的な部分も当然、使用できるし、車高、自重後に関しても確実に街中走っても全然問題がない。その辺一点一点、一つの場所一つの場所に対して、全てユーザー思いに対して作っているものっていうのが今のコンセプトだなと思います。筑波の方をタイムアタックして、まず一番最初に感じたものは、まず車両に関しては、サーキットに向けて、全てを作っているということではないんですけども、タイヤ、足回り、排気、もしくはエンジンパワー、全てにおいてすごくフィーリングが良くて、もっと軽ければ確かにパワーは出たと思う、タイムは出たと思うんですけども、今の現状でいくとすごくフィーリング、ステアリングのインフォメーションとしてはアンダーでもなくオーバーでもなく、基本的にニュートラルステアがすごく長く続く。でエアロに関して言うと、筑波は180から190キロぐらい今回出ていたんですけど、その中でも最終コーナーの飛び関してはかなりステアリングの剛性が高かったので、この辺はエアロとかホイール、その辺がかなり効いているかなと思いました。